もいきなりで申し訳ないんですけど、今日僕誕生日なんですよ。もしかしたらですね、お祝いのコメントをいただくことがあるかもしれないので、先に言わしておいてください。どうもありがとうございます。まあ誕生日だからといって今日特別なことをするわけじゃないんですけど、ただ一つ宣伝させてもらっていいですか。7月9日夜8時からめちゃくちゃ珍しく実写で雑談ライブを行いたいと思います。こいついつも発狂しまくってどんなやつなんだと気になる方いるかもしれません。ぜひですね、一瞬でもいいんで遊びに来てコメントを残してくれると嬉しいです。今ちょっと行こうかなって考えた方、来てよ。絶対来てよ。絶対だからね。それじゃあ本編やっていきたいと思います。はい、どうもピョキングです。今日もトロールコースト一発マリオやっていきますか。で、今日のトロールコース、カッコトロールネイチャースカイアイスランドということで、自然な空の島ということでしょうか。これね、日本人の方が作ってるんだけど、日本人の方のトロールコースでこのハートの数の多さってね、結構珍しいと思うんですよ。トロールコースは海外の方の方が面白いって言われてますけど、日本人の底力見せてやろうじゃないか、エメワンズさんよ。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.68%。 でも最近僕悩んでることがあって、開幕一発目にやられた敵キャラのことを開幕何々ってね発狂してると思うんですけど、もうやめようかなって思うんですよ。あれ、みんな飽きてないかなって思って。それじゃあここはオンオフすればいいのか。オンオフして一旦左で逃げておこうか。快楽派だいや正直ね、この開幕何々までが僕の動画のオープニングだよ。こっから本編開始っていう感じだね。邪魔すんな、ねじ巻き小僧が。それにしても久しぶりだね、このスーパーマリオワールド3の音楽。この音楽でどこが好きかって言ったら、ここここが好き。今日全然スムーズに進ませてくんないね。さすが低クリア率、まさかオートスクロールが来るだなんて思わなかったね。じゃあここは一旦ボムヘを踏んで、この線なんか来るんじゃないのか、一旦逃げておこうか。絶対なんか来るよ。まさかの唇植物。でも皆さん安心してください、ここに坂があるでしょう。この坂を利用してあの唇植物倒したいと思います。スーパーローリングサンダーアタック。ね、それじゃあここはボブ兵を踏んだら上のツタに捕まっておいたら、あの唇植物が避けれるっていう感じだね。かわいらしいアクセサリーつけやがって。天使の羽のつもりか。天使になるにはまだ早いんだよ。面接落ちだよ。お前は出直してきな。出直すのは僕の方だったね。一旦家に帰ります。ここはオートスクロールが発動する前に青のブロックを消しておいたら先に進めるっていう感じでしょ。多分これで先に進めるようになってる。やっぱりそういうことか。ギャラリー邪魔なんだよ。いや今のは神トラップだね。まさか背景にトラップを隠してるなんて思わなかったな。これぞまさに神隠しだね。お前は一生神隠しにあってろよ。それじゃあここはメットをかぶってこのブラパの先に行けっていう感じなんかな。そんでオンオフをして上に行けと。もう読めたよ、この方のトロールコース。典型的な感じだね。なんでこのハテナブロック絶対叩かない方がいい。上になんか来るよ絶対に。それじゃあこのまま先に進んでいきましょう。そして何もしないでいい。この無機物好奇心なんて持っちゃダメだね。絶対鉄球避けれると思ったんだけどな。まさか下から音符が来るなんて思わなかったぜ。ナイスバウ様、いつも崇めてました。はちょっと待って、犬は待って。お座りしなさい、お座りしなさい、お座り、この打剣どもが。パウが出た瞬間にすぐ右に行けと、そういう感じだね。そしてこのオンオフはしていいのか。あ、できる感じだね。それじゃあ土管に入っていきましょう。次は何が来る。右上にバネがいるな。今助けに行くからな、バネ。ちょっとそこで待ってて、僕が行くまでちゃんと耐えててね。お前は誰なんだバネ。おとりだったのか。一緒に地獄へ行こうじゃないか。この先は何がある。いや、これワンチャンやり直し効くんじゃない。ほら
偽バネも使えるで、むしろ偽バネの方が使えるんじゃないかな。それじゃあ無事中間ポイント取れたし、このまま先に進んでいきましょう。ここは右か左か二択だな、選ばせてくれよせめてそれじゃあこの先究極の1/2、僕は右を選びたいと思います。こっちが正解じゃないのかなんでこいつも外すんだろうね。僕呪われてんじゃないのかな。1/2の神様、どうか僕にこれから1/2の選択肢が当たるようにしてください。お願いします。っていうかこれこっちで合ってた。上はなんかあったね。あ、なんか上に行ったんだけど、え、これガバじゃないよね。頼む、合ってるっぽいね。それじゃあ一旦ドアに入ってってみようか。やってた、合ってた。パンが必要って書いてるもんね。それじゃあここは上か下か、次こそ当てるぜ。下が怪しいな。下行きたいと思います。なぜなんだおかしいって僕の世界線。それじゃあここは上だったね。隠しブロックはないか、ない感じだね。音符を押していいのか、一旦何もしないで右に行ってみるね。多分この音符ボム兵なんじゃないかな。やっぱり暗い S級爆発魔法エクスプロージョンここカットできないから恥ずかしいな。そんなのわかるかはい、それじゃあここは下に降りていいんだけど、壁にひっついたまんま降りるっていう感じだったね。これでなんか変わんのかな。下に行けるようになるみたいな鉄球が出てきて、なるほどね、このまんま右に進めるようになるっていうことか。神トラップが多いな今回。僕負けました、もう僕負けました。乾杯だよ乾杯。なんでもうこのコースやめていいっすか。負けを認めるんでやめていいっすかえ、これは、なるほど、バブルが出てきてくれるっていうわけね。そんでこのハテナなんだ。そんじゃこのハテナブロックは叩かない方がいいんだろうね。このまま上って書いてるけど、この上はなんだろう。うわー、ぶってくねー、成敗されたとござる。いや、このブロック地帯で鉄球はマジで脅威だからね。どの辺で出てきたっけ。このボム兵は怪しいな。絶対勝ちブロックありそうだから行かないでおくね。鉄球、ここは大丈夫。これ右に進めんのかな。いや、魚がいいんだって。なんか今日出番雑だな、魚の。え、まずい、これはやられるだけじゃないんですかよし、ここは落ち着いて待っておこう。ある程度時間が経った後に右に行けば先に進めるっていう感じだね。ここのオンオフはできないね。それじゃあ土管に入って進みたいと思います。よっしゃ、中間ポイント2、やっと中間ポイント2だね。あとはゴールのみ。どこだゴールだ、近いんじゃないのか。今日のトロルコス結構長いような気がするんですけど、これは何。鉄球多いね。左のドアは何だったんだろう。このアイテムを取っていくそんだけか、まあ、優しいな、優しいということにしておきましょう。それじゃあここは何もしない。それじゃあここは右でよかったっていうことだね。そんで左で行けと。あれ、あかんねなるほどね、ボブエが降ってくるのね。今神回避だったんじゃないんですかね。魚魚魚魚、めっちゃ久しぶりだね。魚魚魚とか言ったの、もうどんだけぶりだろうね。半年ぐらいあるんじゃないのかな。ここは何もしないでいい。そして上に行く。それじゃあここは一旦ドッスンが右側に行った後に進むんじゃないのかな。このタイミングか、危ねえ。あのアラちゃん、今日僕はもうブテキングだよ。それじゃあここは下から音符を叩くのか。そんでこのツタに登って上に行けと。あそこアームがあるな。っていうことはアイテムなんじゃないんですか。よっしゃナイスか。それじゃあここは一番左壊していく。いや絶対、いやまだ間に合う、まだ間に合うよ。僕は諦めちゃいません。これでもドアは入れるんですよ。それじゃあ進んでいきますか。キノコいるのか、どうなんだ。頼む、右開いてくれ。やっぱキノコいるっぽいね。真ん中叩かないようにしてたつもりなんだけどな。
あれ、真ん中叩かなきゃいけないの？そんでこの鉄球から逃げろっていう感じで、そしてさっきみたいにドアに入ればいいっていう感じか。やっとエンジンがかかってきたよ。それじゃあブロックを壊して、一旦地になってあのボム兵で左のブロックを壊せと、そういうことでしょ。一旦地下に捕まっておこっか。右下のブロックも怪しいんだけどね。さあここはハテナブロック叩いたらどうなる。いや鉄球が出てくるとは思ったんだけど、いや今ちょっと噛んだね。この場所に何もしない。いや絶対そうだよ。これ何も出さない。何出してくるんだろう。コインか、コインはまあまあ優しいね、制作者さん。ところどころそういうとこあるよね。熱いんだけど。それじゃあ次こそあのバブルを避けたいと思います。ここは出た瞬間右にダッシュすれば避けれるっていう感じだね。いっぱい出すぎでしょ。じゃあここはオンオフして、え、右の、え、閉じ込められたんだけど、え、ガマ、あ、よかった、キラーがいるんだけど、こっからどうするんだろうね。オンオフして左下の B スイッチの方に行けばいいのか。それじゃあここだよね。一旦オンオフしてすぐ左にダッシュしたら B スイッチが出てきたのが見えたから、この B スイッチを踏んだら、なるほどね、このバネに乗って上に行けると。そしてこれは鉄球以外ないよね。あれ鉄球じゃないの。あ、これで右のブロックを壊せみたいな。ゴールか、頼む、もうゴールあっていいよ。今日なんかちょっみんな、僕ねこのコースやってて気づいたことがあるんだよね。鬼畜だねこのコース。久しぶりだねこんなに鬼畜なトロールコース。相当難しいよ。いや、なんかあるね、丸々があるよ。これで上に行けるのか。このバネ持ってって危ないな、鉄球さんよ。じゃあこのまま右に行って入らせてくれんのか。その前にここが怪しいぞ。トゥ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 。やらせんな、へい。それじゃあここは右のハテナを叩かずに左のドアに入りたいと思います。くそ、悔しい、悔しい。お母さん助けて、僕はもうダメだ。このコースをやめたいと思ってしまった僕はもうダメだ。頼むからもう僕を許してくれ、お願いだ。何でもするからさ、こんな僕を惨めだと思わないでください。皆さん、はだまだ逃がさないみたいだね。苦しいお母さん、ゴールが見えないよ、全然見えない。頼む、ここのドアでゴールが見えてくれ、せめて。いや、いや、これ本当にめちゃくちゃ難しかったね。ここ数ヶ月で難しさ1位のトロールコースだね。皆さんやるときはぜひ心してかかってください。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ10秒チャレンジ、クリボーを倒せということで、まず説明文を見てもらっていいですか。10秒以内にコース内にいるクリボーを全て倒そう、無敵スターはありませんって書いてるんですよね。ということはサムネを見る限り、クリボーを2体ずつ踏んで倒してタイムを縮める必要があるということなんじゃないんでしょうか。ただそれがそんなに難しいのか。クリア率はなんと 0.97%。 これまで3600時間以上マリオメーカー2をやってきた僕、クリボーを2体ずつ踏んでいくなんて造作もないことだと思うんですよね、多分。そして皆さん、話は変わりますけど知っているでしょうか。ドラクエでスライムという可愛らしいキャラクターがいると思うんですけど、あのスライム8体集まるとキングスライムへとなるんですよ。ということはこのクリボー24体いるんで、キングキングキングクリボーですね。こんなんばっかり言ってるからいつもコメントでつまんねえって言われるんだよ。いいから早くやれよ。それじゃあ早速やっていきましょう。クリア率は 0.97%。 そんじゃあちゃちゃっとクリボー2体ずつ倒していきますか。いや違うんだって。タイムを縮めようとしすぎたね。すいません、欲が出すぎちゃいました。それじゃあこのクリボー、いや、やっぱりね、動くからこれ2体ずつ踏んでいくっていうのが結構シビアだね。でもね、最速クリアが8秒だったからさ、わざわざ2体ずつ全員倒さないでもクリアできるんじゃないかなって思うんですけどね。これでいけないから、ちゃんと最後2体ずつ倒してゴール。ゴール。
おっしゃ、まあ今ので分かったね。わざわざ24体全員を2体ずつ倒さなくてもいいっていうことが、多分こんくらいのねミスだったらまだ取り直し効くんじゃないかな。どうもご視聴ありがとうございました。いやちょっと待って、そんなことでこのコースを攻略したと言えるのか。制作者さんはどんな気持ちを持ってこのコースを作ったのか。それは2体ずつクリームを踏んでほしい、その気持ち一択じゃないんでしょうか。ということで僕は2体ずつクリームを踏んで最速を目指したいと思います。そこまですればこのクリボーもお前にやられて本望だと、そう言ってくれるんじゃないんでしょうか。邪魔すんなトンガリコンゲ。あのですね、こう言ったはいいんですけど、無謀なことに挑戦しようとしてないですかね僕。うすっげー、この2体ずつ踏んでいくの難しいよ。いやもう撤回は許されない、それが男ってもんだろう。そしてみんなに僕のかっこいいところを見てもらうんだ。私女の子だからやめていいですか。今の前言撤回を前言撤回していいですか。本当に難しいんだってこのコース。マジでクリボー最強軍団の誕生だね。そういえば最近ね、声が深いっていうコメントをよくいただくんだけど、じゃあさ、めっちゃかっこいい声で言ったらその人僕の動画見てくれんのかなって思って、なんで次は僕なりのイケボで言ってっていいかな。おいそこの24体のクリボー、ちょっと落ち着けって、あんまり動くんじゃねえぞ。このマリオ様に身を任せて。やったこれ絶対最速いったでしょ。6秒はめちゃくちゃ早いんじゃないかな。どうもありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてピオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。